皆さんこんにちは、谷間関です。今回はユーティリティの選び方、どのぐらいの番手のユーティリティを入れればいいのか、結構皆さんね、お悩みだと思います。で、まあ、ユーティリティっていうだけあってやっぱユーティリティなんですよね。もう万能です。ライフにもすごくいいです。アイアンで例えば同じくらいのロフトで、打っていった時にアイアンとユーティリティだと、もう確実にユーティリティの方が、ラフの中でも潜っていってくれて、飛距離も飛んでいってくれるし、ミスした時のショットも、こっちのユーティリティの方が転がってくれるから非常に、いいと思います。やっぱりユーティリティすごいです。で、じゃあそのユーティリティの、じゃあどういう何番のユーティリティを入れるかなんですけど、もちろんこれクラブってピッチごとでいきたいですよね。で、メインで考えていくのはやっぱりロフトになると思います。で、私小野さんと契約させていただいてるんで、小野さんでちょっと説明していきたいんですけど、小野のこの今年は黒ですね。黒の、アイアンで5アイアン5番で、ロフトが25度なんですね。で、5番アイアンで25度ってことは、僕は4度ピッチで、ロフト番手をこう変えていくんで、これ今25度ですと、ユーティリティも21度のロフトのユーティリティを入れるようにしています。で、21度のロフト、ちょうどオノフの黒だと、3ユーになりますね。で、この3番のユーティリティを入れることによって、だいたいピッチがこう、まあ、僕の場合2、3ヤードなんですけど、12、3ヤードぐらいでこう、分かれていくと。で、ただ一つだけ、これまあ5番アイアンなんですね。で、今こっち持ってるのが1オンのための4番アイアンなんです。で、長さを見ていくとこんだけしか変わらないんです。5番と4番見てください。指1本かぐらいかな、ぐらいしか変わらないんです。ところがユーティリティ持つと、はい、こんだけ変わります。何が言いたいかというと、この長さ分だけ少し飛びやすくなります。だからピッチが12ヤードだったんですけど、これに関しては僕は16、7ヤードぐらいの、差が5番アイアンと出てくるというふうになっているわけですね。で、この、まあ、ユーティリティ その例えば本当に綺麗に10ヤードとか12ヤードアイアンと同じようなピッチでいくんだったら、この下の4ユーで同じようなロフトを入れていっても意外と差は長さ分で変わってきたりだとかっていうのも全然出てくると思います。で、それは正直フィッティングとかで調べてもらうというのが一番いいと思うんですけれども、ただ、普通に考えていったら、ロフト通りでやっていった方が、何しろある程度ユーティリティなら飛ばさなきゃいけないクラブでもありますから、少しは差が、ね、アイアンのピッチよりもあっても僕はいいんじゃないかなというふうに思います。で、そして、女性に関しても、まあ、女性はね、まあ、大体7番アイアンのセッティングで終わって、6番アイアンからは、ね、オプションで頼むか、もしくはユーティリティ入れてる方多いと思います。で、もちろん、6ユーを入れていくっていうのも女性の場合はいいと思うんですけど、やっぱり女性の場合は飛距離がどうしてもやっぱり前へ行かせなきゃいけない、ことになると思いますので、5ユーを入れても僕はいいんじゃないかなと。だからもう14本がいっぱいいっぱいになっちゃうんだったら、6ユーと5ユー迷っててどっちにしようってなったら、1個飛ばして5ユーの方がいいかなと。なぜならば5ユーのクラブで6ユーの距離は出せるんです。ところが6ユーのクラブで5ユーの距離はこれ出せないんです。これ出してくるともうスイングがひちゃめちゃになっちゃうんです。ですからそこら辺はちょっとうまく工夫していただいて、ユーティリティをうまく、使っていただけるといいかなと。で、僕本当コースレッスンとかでも初め7番アイアン1本で回ってもらうこともすごくあるんですよ。やっぱりスイング作りを7番アイアンで作ってもらうんで、初めコースでもすごいね、視界が広くてこういろんなこう右が OB 左が OB っていうようなロケーションの中でも同じように7番アイアンで打てるか、でその7番アイアンができてきたら次にトライするのはこのユーティリティっていうふうにステップを踏んでいくと、結構ねコースでも練習場と同じようなスイングっていうのを作れてくるんで、そういうふうに進めていく、その時にこのユーティリティっていうのは結構肝になってくるんで、自分にね合ったユーティリティ見つけられるといいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに僕シャフトはアイアンよりのシャフト。以上、谷間関でした。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や
いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。